紀北町は、鹿児島県大隅半島北西部にあった町である。総群に属していた。星空日本一の町で、その自然環境を生かした町づくりを目指していた。2006年1月1日に、鹿野市、釧路町、姶良町と合併し、新鹿野市の一部となった。合併後4年間は、鹿野市の地域自治区、紀北町として、2010年以降は、 旧紀北町域の大技に関する地名として残地、されている。大隅半島のほぼ北西部に位置しており、東西 11.0km、南北 10.5km に及ぶ。海抜200から 560m に位置する。西部には、高範残地が連なり、南北を国道504号が貫く。2010年以降は、紀北町を関している。 鹿野市などとの合併の経緯については、鹿野市平成の大合併を参照。1950年代の昭和の大合併の際に、鹿児島県が提示した合併案は以下の通りであった。しかし、高熊村は鹿野市に編入され、野方村は分村市大崎町、有明町、大隅町に編入された。そのため、残った2村で合併協議を進めた。 照明の由来は、中国の馬産地、木北から。木は、常用漢字でないため、大隅半島の北に輝く町を目指すとして、木北と名付けられた。合併後の2011年4月に、町内小学校、中学校を1校に統合し、市政中学校敷地に、木北中学校、百院小学校敷地に、木北小学校がそれぞれ開校された。 竹谷小学校は1990年により休校し、2011年に閉校。該当地域の児童は百院小学校に通学していた。一般国道の国道504号が縦断する。ありがとうございます。